マイナス10キロ、綺麗に痩せる、佐藤すみかです。ダイエット効果の高いリンゴ酢、あなたは飲む以外にどのように召し上がっていらっしゃいますか？そこでこの動画ではダイエット効果の高いリンゴ酢を使った簡単なダイエットレシピがわかるんです。もしあなたがリンゴ酢を使ったダイエットレシピで1日も早く健康で綺麗に痩せたいなってお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。簡単リンゴ酢のダイエットレシピについてお伝えします。話の流れはこちらです。一つ目の項目は、なぜこのレシピで痩せることができるんでしょうか、その理由と、2つ目、リンゴ酢を使ったダイエットレシピ、具体的な材料、作り方、注意点についてお伝えします。それでは一つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢を使ったレシピで痩せることができるんでしょうか。その痩せるポイントが3つあります。まず1つ目はこちら、あなたの腸内環境が整うからなんですね。腸内環境を整えるための材料が必要なんです。その材料を使ったレシピだからなんですね。どうなるかというと、あなたの腸内に住み着いている痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちが喜ぶ、餌となるものを材料に使ってるからなんですね。そうすると痩せ菌たちが元気になって、いつまでもあなたの腸内で暮らしてくれたとしたら、それはイコールあなたが根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができるからなんですね。で、逆にデブ菌と呼ばれる悪玉菌を増やしてしまうような材料を使ってしまいますと、どんどん太るゆーってね、思うものが食べたくなっちゃう。なぜかというと、悪玉菌たちが大好物だからです。そういったものをね、取らないためにも、正しい痩せ菌たちが喜ぶような材料を使っていきましょうね。では2つ目です。デトックス効果が高いからなんです。このレシピ使いますと、お腹すっきりデトックスすることができます。いくらね、腸にいいものを取ったとしても、もともと汚れていたら一旦やっぱり大掃除です。デトックスしてあげないといけないですね。そのために大活躍してくれる食材を使っています。3つ目です。完全無添加だからですね。もちろん材料選びからこだわっていただきたいんですけども、私が今回この動画でお伝えするレシピは、普通ね、スーパーとかで買うとですね、もう添加物たっぷりです。やっぱりね、手作りが一番ですよね。なので添加物たっぷりのものを召し上がってしまいますと、もうそれだけでね、腸が疲れちゃうんですよね。仕事量が増えちゃうわけです。分解するのが大変って、もうこんなもの入れてからってね、怒られますよ、腸から。なのでね、しっかりとそういった化学調味料とか人工甘味料、こういったものが一切入っていないものを日頃から美味しく召し上がっていただきたいなって思います。では続きまして、そのダイエットレシピを作るための材料が持つそれぞれのダイエット効果をお話しします。まず1つ目、リンゴを使います。リンゴは脂肪の蓄積を抑えてくれるポリフェノールが豊富なんですね。そしてお腹すっきりデトックス作用があるペクチンが含まれていますが、便秘改善にもなる。そしてね、代謝が上がってむくみ改善にもなりますし、体をね、温める貴重な果物の一つなんですね。よくあるですね、フルーツはほとんどのものが食べると体が冷える作用の方が強いものがほとんどなんですけれども、リンゴはフルーツの中でも体を温めてくれる貴重なね、フルーツなので、ぜひリンゴを選んでください。で、2つ目です。玉ねぎです。もう玉ねぎもね、腸内環境をすごく整えてくれるお野菜ですね。血糖値の急上昇を抑えてくれますが、脂肪の蓄積を抑えてくれます。で、またプラス抑えるだけではなくて、燃やしてくれる効果もあります。そして代謝が上がっていくわけですよね。で、またコレステロール値も抑えてくれますし、むくみ改善効果もある。そしてオリゴ糖もね、多く含んでいるお野菜なので、腸内環境を整えるにももってこいのね、お野菜の一つになるんですよ。では3つ目の材料はこちらです。もちろんリンゴ酢使います。リンゴ酢は脂肪をどんどん燃やしてくれます。で、その結果ね、基礎代謝が上がって脂肪をつきにくくしてくれます。で、またここも大事、血糖値の急上昇を抑えてくれる効果がある。結果、脂肪のね、蓄積を抑えてくれるわけですよね。ではそもそもなぜ数多くあるお酢の中でもリンゴ酢がダイエット効果が高いのか、その理由はこちらです。
酢酸の働きがね一番強いのがリンゴ酢なんです。そうするとどんな良いことが起こるかと言いますと、あなたの腸がですね蠕動運動、簡単に言いますと元気よくね動き出してくれる作用があるんですね。なので結果栄養が吸収できて代謝が上がって痩せることができるわけです。そしてまたねラッキーなのがここ、食欲を抑えてくれます。なのでぜひねお食事の時と一緒にそのリンゴ酢取るとなおいいですよね。でまたむくみ改善にもなりますし、カリウムが豊富なので、まあ、デトックス効果もあるわけですね。では4つ目の材料はこちらです。オリーブオイルを使っていきます。よくねダイエットイコール油が敵みたいなイメージがあると思いますが、油って必要です。ただし良い油ですね、そのうちの一つがオリーブオイルになります。これは腸内環境を整えてくれます。で便秘改善、ほんとスルッとねお通じが良くなる。そしてポリフェノールが含まれています。なので脂肪燃焼効果もあります。またね満腹中枢を刺激してくる作用もあるので、このオリーブオイルを使いますとね食欲を抑える効果もあるんですね。では最後です、胡椒です。で胡椒を使いますと血行促進になる、代謝が上がりますね。体がやっぱり巡るって大事です。そしてまたその結果脂肪がまあ燃やしやすくなるというね胡椒。ただし市販の塩胡椒はですね、調味料かっこアミノ酸等と書いてあるような、実は化学調味料がたくさん入ってるね場合が多いです。ですから必ず塩胡椒ですね購入するときはちゃんと原材料名見ていただいてね、添加物入ってないかなって確認してから買ってくださいね。ではここから2つ目の項目です。リンゴ酢を使ったダイエットレシピ、材料作り方注意点お伝えしていきますね。まず今回お伝えしたいダイエットレシピはこちらです。リンゴ酢ドレッシングになります。この分量はね作りやすい分量で今回準備してみました。まずリンゴ1/4、玉ねぎ1/4、リンゴ酢大さじ1、オリーブオイル 100ml、 あとはお好みで塩コショウですね。これは材料選びも気をつけましょうね。できれば無農薬で無添加で原材料名はチェックしてください。ではここから作り方です。1つ目、ボウルにリンゴ酢と塩コショウを入れてよくね泡立て器何かで混ぜてください。2つ目、リンゴと玉ねぎを、ね、すりおろします。すりおろしたものをこのボウルに入れましょう。そして3つ目、そのボウルの中に今度オリーブオイルを一気に注ぐのではなくてですね、少量こう様子見ながらよくね混ぜてトロンとなるようにね工夫して作ってみてくださいね。しっかり混ぜ合わせたら完成です。ではここから食べ方注意点になります。いくらね痩せるドレッシングとはいえどもですね、食べ過ぎは気をつけてくださいね。そして材料選びがとてもポイントです。ここで間違っても、特にリンゴ酢ですね、例えばもう甘みがついてる人工甘味料がたっぷり、香料たっぷりとかね、ストレートタイプでこう飲めるようなああいったこう人工甘味料がたくさん入った添加物たっぷりのリンゴ酢を使ってはいけませんよ。そこをしっかりと気をつけていただければ大丈夫です。さあいかがだったでしょうか。今回の動画まとめポイントは、ダイエット効果の高いリンゴ酢を飲むだけではなくて日頃の食材に使ってみましょうでしたね。その時にポイントは原材料名をチェックして本物の食材を選ぶこと、そしてね量に気をつけましょうでしたね。ぜひ簡単に作れますから取り組んでみてくださいね。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますともとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。